ちー、まえこちゃんです。プリティーこんにちー、ゆずひこ。ということでですね、ちょっとゆずひこ、これ一旦ちょっと稼いでくるわ。あ、帰るん故郷に。ちゃうわ、誰が火星人、地球外生命体じゃない。まあ、ということでですね、まあ、なんで僕が避難するかというとですね、こちら来年2025年7月に大津波が来るという予言がされているんですよ、これ。まあね、聞いたことがある方もいるかもしれませんが、来年日本が終わる、まあ、世界が終わると結構言われてるんですよ。というのもですね、まずこの2025年、まあ、7月、まあ、日本が終わると予言したのが、日本人の漫画家、辰木亮先生という方なんですけども、でこの先生、まあ、結構有名なんですけれども、東日本大震災を予言していたんですよ。こちらですね、辰木亮先生が1999年に出した漫画、私が見た未来というね、本の表紙に大災害は2011年3月と書かれてるんですね。マジで1999年の時点で当てちょった。はい、これジャストミートですよね。ジャストミートすぎるやろ。ジャストミート矢沢ですよね。そう、まあ皆さんご存知ね、2011年3月、まあ、東日本大震災起きました。でまあそもそもこの辰木亮先生、まあ、夢で見たものがねどんどん現実に起こっていくということらしいんですけれども、まあ、そんな辰木亮さんがね2021年に再び新しく出した私が見た未来の完全版にこの2025年7月に大津波が起こると書いてあるんですね。これ絶対来るやろ。来るやんね。どう思う？もう完全にね、2011年3月ってピンポイントで当ててる人が2025年7月って言っちゃう。やばいな、ちょっと怖いな。そう、これね結構ね、辰木亮先生の予言以外にも来年ちょっと世界滅びるっていう噂が絶えなくて、まあ、結構ね有名な著名人の方々、来年火星に行く計画立ててるらしいですよ。これ本当で、あとあのかの有名な俳優、田村俊介、彼もねなんかもうなんか行くって言ってたんで、まあ、今後の動向が気になります。ということでですね、しかもねこの辰木亮先生、今回2025年7月その津波が来る正確な時間まで書いてくれてるんですよ。マジで、これはですね2025年7月1日。2025年7月5日4時18分。それ朝ですか？朝ですね。朝か、きついな朝は。まだ誰も寝てますからね。これはちょっとね、避難もね、しづらい時間帯なんじゃないでしょうかね。まあね、しかもね、こちら、もっとね、詳しい災害の内容が書いていまして、東日本大震災よりも、もっと壊滅的な被害を出す大震災が2025年7月5日にハワイの西側で発生した2匹の竜が西へ進み、フィリピンと日本の中間でぶつかって巨大な津波となり、南海トラフの想定をはるかに超えるような大災害が太平洋側を襲うと書かれてるんですね。ということでここからね、まあ、日本列島の南側半分は大きなダメージが受けるっていうことはもうね、もう確実なんじゃないでしょうか。南海トラフ、まあ、こんな感じかってね災害予想を見た時思ったと思うけども、それをさらにはるかに超えてくる、その予想をはるかに超えてくるということでね、しかも南側半分、実家あります。ありますね、山口県幸恵いますね。いやでも大丈夫や、え俺らが住んじょうあの町、ウォールローゼみたいな壁に囲まれちゃうじゃん。あれ守られるんじゃない？そう。でマジ田舎すぎて、うちの実家めちゃくちゃ山がそびえ立っちゃう周りに。マジウォールローゼみたいにね、周り山がね、そびえ立ってるんで多分守ってくれるんじゃないですか、津波来ても。逆にさ、津波から守れるなんかさ、町としてみんなそこに避難してきてさ、逆に先住民、まあ幸恵、幸恵女王になるんじゃないか。女王、そこまで行く、ね、そこの民族出来上がる、そこで、うん、でも嫌やな、幸恵が女王はちょっとね、嫌じゃない。嫌や、さすがに。いやちょっと、ちょっと無理やし、抱えきれん、まあ、抱える立場やけど女王やけ、こっちが抱えきれんけど。まあ、さらにですね、その辰木亮先生に加えてもう一人、天才予言少年も2025年に海底地震が発生する可能性が高いと予言しているんですよ。その予言者の名前がアナンド君というね、インドの少年で、このアナンド君は天文学に基づいて予言をするという方で、なんとですね、2024年に日本へ大震災が来る。ともともと発表していたんですが、覚えていますが、今年2024年1月1日起きてます。はい、起きてるんですよ。やば、
能登半島地震ですね。これもね的中させていると、まあ、さらにねアナンド君、過去に2021年2月10日頃未曾有の大災害が起こるって発表してたんですけれども、その後ね2021年2月10日ジャストミート矢沢ですよ、うん、その当日太平洋のロイヤリティ諸島においてマグニチュード 7.7 の地震が発生してるんですね。完璧に当てちゃってます。そんな予言を的中しているアナンド君がなんと自身の YouTube チャンネルでね2025年に海底地震が発生する可能性が高いと言ってるんで、まあこれはね南海トラフ地震のことなんじゃないかとやっぱ言われてるんですね。怖ー。ちなみにですねこれ南海トラフ地震、これ30年以内に発生する確率何パーセントか知ってますか？ 70%。 80% です。80%来るよ。来れるよどうする？来たらもし津波飲み込まれるってなったらどうする？飲み込まれるってなったら、うん、泳ぐ。俺と同じ無理やろ。いや無理よ無理よ無理。まあ俺も一回あの川に流されたことあるんやけど、うん、よくあるじゃん川のさ上にさ堰って言ってちょっと水溜めるよね、はいはい、あの仕切りを、まあ、村の住人を、ね、が操作できるんやけど、うん、村の住人が俺がね川下で泳いじゃうこと知らずに下げちゃったよ、うん、でその水がガーッと一気に来て俺流されたんやけど、うん、マジあれ太刀打ちできん。結構泳ぎ自信あるんやけど、うん、そんな俺でももう流されたけ、あれ北島康介の無理や絶対に。どんな水泳得意な人でもあれには勝てん。水の力ってすごいぞ。まあガンダムならギリ生きるかなくらいかな。まあ、ということで、今回はね、2025年やばいよ。ということで。やばいよ。まあ、やばいよ。動画にしていったんですけども、まあ、この動画で何が言いたいかというと、皆さん、災害に備えてください。はい、まあね、家にはね、まあ、食料備蓄していただいて、まあ、うちはね、ちょっとね、一蘭さんからいただいたね、まあ、一蘭のカップ麺がね、50個くらいあるんで、まあ、それでちょっとしのぎたいと思います。ということで、じゃあ、それでは。俺も一個予言しようかな。じゃあ、何？じゃあ予言します。はい。2024年12月6日、うん、日本でやばいことが起こりますということでバイバイ。お